6月21日の誕生花アマリリスについて、花言葉、誇り。アマリリスの花言葉誇りは、その花の堂々とした姿に由来します。アマリリスは大きくて鮮やかな花を咲かせるため、その美しさと存在感から自信や誇りを象徴しています。このため、誇りという花言葉が付けられました。内木、もう一つの花言葉内木は、アマリリスの育成過程に由来します。アマリリスの花は、長い茎の先に一輪ずつ花を咲かせるため、慎重に成長していく姿が内気な性格を連想させることから、この花言葉が付けられました。特徴、6月21日の誕生花の一つにアマリリスがあります。アマリリスは奇岩花科に属する球根植物で、南アフリカや南アメリカが原産です。その大きく美しい花から、庭園や室内での観賞用として広く栽培されています。アマリリスの特徴として、大きなラッパ状の花と長い花茎が挙げられます。花の色は赤、ピンク、白、オレンジなど多様で、品種によっては錦咲や縞模様が見られるものもあります。花の直径は約10から20センチメートルで、1本の花茎に25輪の花を咲かせます。開花期は春から初夏にかけてで、約2から3週間楽しむことができます。草丈は約30から60センチメートルに達し、太く直立した花茎が特徴です。アマリリスは日当たりの良い場所を好み、排水性の良い土壌が適しています。水やりは成長期には適度に与えますが、球根が休眠期に入る夏の終わりから秋にかけては控えめにします。適切な施肥と水やりにより、毎年美しい花を咲かせます。球根を植える際は、球根の半分が土の上に出るように植え付けることがポイントです。アマリリスはその豪華な花姿から、室内でも楽しむことができ、鉢植えや切り花として人気があります。特にクリスマスや新年の飾りとしても用いられ、華やかな彩りを添えます。アマリリスはその豪華な美しさと育てやすさから、6月21日の誕生花として多くの人々に愛されています。庭や室内に植えることで、春から初夏にかけて大きく美しい花を楽しむことができ、季節の彩りを加える存在となります。